こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。オットデュール、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。イタリアンプレイ、前に行きそうです。オットデュール、それに続いています。さらにはイエローリープ、1番ミルスパーク、その後ろ後方に控えたのがビコーペガサス。それでは先頭から先手を取ったのはオットデュール、その外からクールタフネス、その後ろにイタリアンプレイ、白の帽子ミルスパーク、その後ろその外にサンライトジャッジ、並んで5番ワイルドゾーン、イエローリープ、この馬もこのグループ。オットデュール先頭、差はほとんどありません。2番手はワイルドゾーン、先頭を捉えるかビコーペガサス、いい足だ、ここから勝負をかけます。フィーバーゴルフローズいっぱいになった。ホットデュール先頭、1馬身から2馬身のリード。ホットデュール粘る、オープニングアトラクト、最内から一気にビコーペガサス、オープニングアトラクト大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ステージチャンプ、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ミュージックシンデレラ、前に行きそうです。ステージチャンプ、それに続いています。さらにはラシアムウィーナー、9番メジャーモンロー、その後ろもう一度先頭から見ていきましょう。先頭はなんとなんとステージチャンプ、場内も大歓声、黒の帽子ミュージックシンデレラ、その後ろメジャーモンロー、すぐ後ろ並んで14番チェリーパーティー、この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。では前の方からミュージックシンデレラ先手を取りました。メジャーモンロー、それに続きますチェリーパーティー、すぐ後ろ好位置をキープしています。ステージチャンプ、その隣にプロスブライト、その横にビショップカラーズ、ボラス、すぐ後ろその隣にプロスドーム。 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。チェリーパーティー先手を取りました。ミュージックシンデレラ、すぐ後ろ好位置をキープしています。ステージチャンプ、その隣にビショップカラーズ、内からはメジャーモンロー、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでクロスブライト先頭に変わりました。ここで先頭が入れ替わりました。チェリーパーティー、クロスブライト2番手に控えました。オペラウィナー3番手、ステージチャンプいい位置です。先頭を捉えにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。チェリーパーティー先頭、差はほとんどない。2番手はステージチャンプ、先頭を捉えるかチェリーパーティー先頭、残り 200m、 先頭はステージチャンプチェリーパーティー、必死に追いすがります。チェリーパーティー抜けた、ボラスボラスボラス、1着2着にはどうやらチェリーパーティー、勝ったのはボラス、見事な勝利です。
こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さて何が行くのでしょうか。ケアレスロッキー前に行きそうです。ナイトブロー、それに続いています。さらにはサイレントオフ、12番西のフラワー、その後ろ後方に控えたのがタートルアイランド。それでは先頭からケアレスロッキー先手を取りました。12番西のフラワー2番手を追走。その外からダブルレッド、内からはサイレントオフ、青の帽子シングルキャスト、その後ろすぐ後ろにアイシーアベニュー、並んで6番イングランドピクシー、すぐ後ろにシンデレラロータス、その隣にクールビューティー、その横にヘルスイブリッド。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はまだ7番ケアレスロッキー、ライトブロー、ほとんど差がありません。西のフラワー、これはいい位置につけています。ケアレスロッキー先頭、西のフラワー先頭、2番手はケアレスロッキー懸命に追いすがります。やはり西のフラワー先頭だ。残り 200m、 西のフラワー先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はタートルアイランド、完璧です。圧倒的な強さを見せました西のフラワー。1着2着はタートルアイランド、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。西のフラワー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ハトゥース好スタート、ルアー、この馬も好スタートを切りました。先手を取ったのは予想通りルアー、さらにはイクノディクタス、13番ウィンドワンダー、その後ろ。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはミスターベイリーズ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭から、先手を取ったのはミスターベイリーズ、そして大きく離れてルアー、この位置です。イクノディクタス好位をキープ、並んで9番ハトゥース、ガルフスパープ、それに続きます。その隣にウィンドワンダー、大きく離れました。ビッグストーン、赤の帽子藤山健山、その後ろイタリアンウィッシュ、すぐ後ろ並んで6番オールオフ、大きく離れました。ドクターポラリス 1000m を通過しました。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。では前の方から、さあ先頭は依然として11番ミスターベイリーズ、2番手はルアー、3番手にイクノディクタス、絶好の手応え。大外からピンクの帽子イクノディクタス、伸びてきたミスターベイリーズ先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はルアー、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。ビッグストーンいっぱいになった、あと 200m、 先頭はルアー、イクノディクタス必死に追いすがります。2番手はイクノディクタス、ルアー1着、ルアー完勝、ルアー1着、2着はイクノディクタス、勝ったのはルアー、見事な勝利です。Thank you.
4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はノーブルダブリン、ノーブルダブリン先頭、2番手はマーブルファンシー、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。あと 200m、 ノーブルダブリン先頭だ。残り 100m、 竹のベルベット、抜けた。マーブルファンシー食らいつく。竹のベルベット、竹のベルベット、1着、2着にはどうやらマーブルファンシー、竹のベルベット、見事1番人気に応えました。阪神競馬場、発走の時刻が近づいてきました。2歳牝馬の頂点をかけた戦い、阪神ジュベナイルフィリーズ。芝 1600m は桜花賞と同じ舞台。来年のクラシックを占う意味でも重要なレースです。さあ最後は大外枠のサッカーケリー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。エイシンバーリー前に行きそうです。プライムステージ、これに続きます。その外にサッカーケリー、並んで17番コンサートサマンサ、内からはウィルビーコスモス、その隣にブライトサンディ、その外にアドマイヤレーブ、青の帽子アラビアライデン、その後ろ、すぐ後ろにアニーコート、ダンスパートナー、後ろからになりました。緑の帽子ヤマニンレッド、その後ろライデンリーダー、そのうちに続いています。その外にオートリファクト、青の帽子ウィンドテイスト、その後ろ、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はエイシンバーリー、アドマイヤレーブ、ほとんど差がありません。プライムステージ3番手ダンスパートナー、いい位置です。先頭を捉えにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。エイシンバーリー先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。あと 200m、 ワンダーパフューム伸びてきた。ライデンリーダー必死に追いすがります。ライデンリーダー追いすがります。一気にライデンリーダー、ワンダーパフューム、ワンダーパフューム、1着、2着にはどうやらライデンリーダー、なんとびっくり、勝ったのはワンダーパフューム。これには場内もどよめいています。